震える下は、ミキタクが1975年に発表した小説。カーデ処防新社より刊行され、後に新調文庫及び講談社文芸文庫として刊行された。また、これを原作とした1980年公開の日本映画である。破傷風金に犯された少女と、その両親を題材にした作品。ミキが、自分の娘が、 破傷風菌に感染した時のことをモチーフとして描いている。ある日、マンションの近くでドロンコ遊びをしていた女の子、三好雅子が落ちていた小さな釘で手に怪我をした。よくある怪我だと思い自宅で一般的な消毒などをしたが、数日後に歩き方がおかしいことに気づいた父の章と母の国枝が聞いてみると、雅子は歩けるけど歩きたくないのと言い、話し方もどこか、 いつもと違う。アキラと国江はマサコを病院に連れて行くが、大したことはないと診断され、取り合ってもらえない。やがてマサコは、痙攣を起こし、自身の舌を噛み切ってもだえ始めた。大学病院での専門医による検査の結果、マサコは、破傷風にかかっていることが判明し、隔離された病室に入院することになった。数億年前から生き延びてきた、破傷風菌は、 人間の中枢神経を毒素で犯し、潜伏期を経て発症した患者の生患率は極めて低い難病をもたらす。アキラは有史以前の微生物がマサコに及ぼす理不尽な災悪に同国し、国へは自責の年に錯乱状態となっていく。ちょっとした光や入院患者たちの笑い声などでも、経攣などの発作が起こってしまうため、防音されて真っ暗な部屋でマサコを、 献身的に世話をするアキラと国ニは、看病疲れにより、精神的に追い込まれるが、マサコは、主治医、のセラの必死の治療や、アキラと国ニの献身的な看護により助かる。意識が戻ったマサコに、何が欲しいかと尋ねると、チョコパンが食べたいと答え、体は闘病で弱っているので、のせが消化の良い別のものを告げるも、なおマサコは、チョコパンだよ。と叫ぶ。 その声に、ようやく病室には、笑い声が響くのだった。映画は、八つ墓村を手掛けた、野村義太郎を監督に据え、医療ドラマというよりも、オカルトホラー的思考で制作された。予告編でのジャックも、新しい恐怖映画と銘打たれている。破傷風に侵されてしまう少女、マサコを演じる、若名真由子の白心の演技が話題となった。1985年に、 VHS 版が発売されて以来長らくソフト化の機会に恵まれなかったが2011年11月23日に DVD 版がリリースされた。また2014年12月3日にはあの頃映画ザベスト小畜ブルーレイコレクションシリーズの第3弾として BD 版が発売された。ありがとうございます。